こんにちは。創価学会の皆さん、こんなことやってるんですか？いや、これはね、公明党さん、私はね、実は一本言い過ぎたかなーと思った YouTube の動画があるんですけども、それをもう公開することにしますよ。何ですか、これは。岡山の創価学会にね、10万円給付の手柄を公明党に横取りされたと、小野田君は言っています。連立している自民党だからと、小野田に投票する義理はありません。自公連立後でも、4月会の白川を落とすために、民主党を勝手に応援して、白川を引退に追い込みました。小野田も、落選引退に追い込みましょう。何これこれが創価学会の力ですか？公明党も創価学会も終わってるね。あんまりね、私ね、これ、創価学会の方とか、公明党の方、悪くは言いたくないんですけども、だって直接の知り合いが創価学会員だったり、公明党さんだったりするわけですよ。いや、そうなるとね、すごい言いにくいですよ、これ。いや、でもね、一部の人がこういうことをすると、ね、まとめて創価学会何やってんのっていうふうになっちゃいますから、まあ、今日の気持ちとしてね、今日の気持ちとして、瞬間的な気持ちとして、創価学会何やってんの？こんなに人を貶めるようなことをね。私もしてますけどね、これはね。うん、でもちょっとこれはないんじゃないですか？なんか、卑怯すぎるんじゃないですか？これが創価学会のやり方ですか？ね。私と違ってもっと崇高な理念を持ってると思うんですけども。これはね、どうなんですかね。小野田、君さんに、私個人的なつながりはありませんけども、こんなことをしてね、創価学会員を先導するっていうのは、まあ宗教精神に反するんじゃないですか。それとも、創価学会の考えっていうのは、こういうふうに弱い者いじめというかね、個人を特定して、集中攻撃することなのかなと思っちゃいますね。一体何なんでしょうかね。ということで、私もね、今日瞬間的な気持ちとして、ちょっとね、この動画と、あともう一本動画、本当はこの動画上げたくなかったんですよ。創価学会員の中にも、公明党の党員の中にも私ね、好きな人がいるわけですから。でもその人が、この創価学会や公明党の態度を見てどう思うのかっていう反応もちょっと見てみたいんで、あえて2本の動画、この動画と封印しようと思ったもう一本のね、消費税は悪だみたいな。サムネイルの動画、これ2本上げてみます。ちょっと私も悪い言葉で、口汚く喋ってるところがありますけども、今日だけ言わせてもらいます。でも心の底から創価学会を嫌ったりとかね、公明党を嫌がったりしてるわけではありません。うん、ただこういうのを見ると、一歩、また一歩と距離を置いてしまうかなってことですね。はい、大丈夫です。